モスクワにドロシア国防省は4日、ウクライナが首都モスクワにドローン攻撃を仕掛けたと発表した、ブヌーコボ国際空港の到着便に影響が出たとしているロシア政府によると、この日の攻撃には5機のドローンが使用され、 首都周辺の広い範囲を標的にしていたというロシア国防省はすべてのドローンを撃墜し被害者や損害はなかったとしているウクライナはこの攻撃疑惑について自分たちによるものとはコメントしていないブヌーコボ空港はモスクワの国際空港の一つ攻撃を理由にした発着制限はすでに解除されている トルコやアラブ首長国連邦、UAE、エジプトからの便が影響を受けた。ロシア国防省によると、モスクワに侵入したドローンのうち4機は防空システムで撃墜された。もう1機は衝突前に電子妨害されたという。ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、メッセージアプリテレグラムで、 ウクライナ政権が国際便が発着する空港を含めて民生インフラのある地域を攻撃しようとした。これは新たなテロ行為だと述べた。ロシアの国営メディアによると別のドローンがブヌーコボ空港から約36キロ離れたクビンカに墜落した。モスクワへのドローン攻撃はこれが初めてではない。 ロシア国防省は今年5月少なくとも8機のドローンによる警備な損害があったと述べたロシアが昨年2月にウクライナ侵攻を開始して以降モスクワが複数のドローン攻撃に見舞われたのはこの時が初めてだったウクライナ政府は攻撃の責任を否定している一方ウクライナ北部スーミに対するロシア軍のドローン攻撃では 死者数が3人になった複数のけが人も出ているというウクライナ国防次官東部と南部で45平方キロ解放ロシア軍北東部スムイを攻撃21人死傷ウクライナ国防省の高官が ロシアに占領されている東部と南部で先週合わせておよそ38平方キロメートルを解放したことを明らかにしたウクライナ国防省のマリャル国防次官によると先週1週間にウクライナ東部で9平方キロメートルをさらに南部でも29平方キロをロシア軍から解放したという これで南部で解放した総面積はおよそ160平方キロに広がった。一方、ロシア側も攻撃を激化させている。東部では先々週のロシア軍の攻撃は6500回ほどだったが、先週は1万2000回と倍増しているという。ウクライナの通信社は北東部スムイで3日、ロシアの砲撃が集合住宅に命中し、 二人が死亡し、19人が負傷したとしていて、激しい戦闘が続いている。ウクライナ・ザポリージャ州の前線は緊迫。新ロシア派知事。ウクライナ中南部ザポリージャ州の新ロシア派のエフゲニー・バリツキー知事は、前線の状況について、 ウクライナ軍が反攻を続け、ゆっくりとだが、領土を奪還する中、緊迫していると述べた。バリツキー氏は SN、SNS テレグラムの公式チャンネルで、ウクライナ軍がロシア軍の陣地に対して毎日攻撃を行っていると述べた。バリツキー氏は、ウクライナ側が兵力を出し惜しみしていないとし、大まかな推計として、ウクライナ軍が、 すでに2万人以上の人員を失っていると主張した。ウクライナは軍の死傷者についてコメントしていない。CNN はバリツキー氏の主張を独自に確認できていない。バリツキー氏は人々に冷静でいるよう呼びかけたほか、ロシア軍の防御は非常に強力だと述べた。反転攻勢1ヶ月。 新軍に遅れ。ロシア、ウクライナ、息切れ待つ。ウクライナがロシアに反転攻勢を開始して4日で1ヶ月が過ぎた。ゼレンスキー政権は、戦果を誇るものの昨年9月に北東部ハリコフ州からロシア軍を撤退させた時と比べて、新軍ペースは遅いと指摘される。 プーチン政権は占領する東南部4州に強力な防衛網を築き、ウクライナ軍の息切れを待っている模様だ。23区の4分の1、1か月で南部の158.4平方キロを解放したウクライナのマリアル国防次官は3日、SNS で明らかにした。 東京23区の面積の約4分の1に当たるが、広大なウクライナの一部に過ぎない。ウクライナは自分の戦死勝者数を明らかにせず、ロシアはウクライナ軍が投入したドイツ製戦車、レオパルト2など多数を破壊したと主張。車両の数には議論があるが、動かぬ証拠として映像も公開され、損失はゼレンスキー政権を支える 北大西洋条約機構、NATO も認める。一般的に戦闘では攻撃する側の方が防衛する側よりも損害が大きいとされる。ゼレンスキー政権が反転攻勢の人的損失を最小限に抑えるべく慎重に作戦を進めていることが進軍の遅れにつながっている可能性がある。米紙ワシントンポストが最近伝えたところによると、 ウクライナ当局者は6月、極秘訪問した米中央情報局 CIA のバーンズ長官に、秋までに領土の大半を奪還し、年内にもロシアを和平交渉に臨ませるとの方針を伝えている。反転攻勢が成功しなければ、ゼレンスキー政権が掲げる勝利は遠のく。反乱影響せず。ロシアでは、 6月下旬、ウクライナ侵攻で突撃部隊を編成した民間軍事会社ワグネルが武装反乱を起こした。ショイグ国防相らの辞任を求めていた創設者プリゴジン氏がどこまで流血の事態を覚悟していたかは不明だが、事態は反乱軍を面積してベラルーシへの脱出を認めることで幕引きが図られた。ワグネルは5月下旬、東部ドネツク州バフムト完全制圧を 宣言後に撤退を始めており、ウクライナの反転攻勢への対応は正規軍が担っている。軍出身で大将まで務めたカルタポロフ下院国防委員長は、反乱時、ワグネルは前線にいなかったと述べ、侵攻への影響はないと主張した。ワグネル関与疑われるロシア軍幹部、なお姿見せず。 国防省は反乱避難。ロシアの民間軍事会社ワグネルの武装放棄をめぐり尋問を受けたとされる軍幹部はショイグ国防省が出席した軍の最高幹部会議にも姿を見せなかった。この会議でショイグ氏はワグネルの反乱を避難した。この軍幹部はシリアでの冷酷な戦術から アルマゲドン将軍との異名を取り、ウクライナ戦争の副司令官を務めるセルゲイ・スロビキン氏56歳。同氏は先週、ワグネル創設者のエフゲニー・プリゴジン氏との関係について、数日間にわたり明らかにされていない場所で聴取を受けたと、事情に詳しい関係者が述べていた。ロシア当局、ワグネル反乱めぐり、軍最高幹部を尋問。 拘束中と関係者。ショイグ氏は3日、国営テレビが報じた国防省会合で、ロシアの状況を不安定化させようとした試みは、軍が誓いに忠実であり続けたために失敗したと主張。この挑発行為によるウクライナでの軍事作戦への影響はなかったとも語った。ショイグ氏がワグネルの反乱について公の場で発言したのは、これが初めて。 ベラルーシのルカシェンコ大統領は先週、同国にプリゴジン氏が到着したと発言した。だが、プリゴジン氏は反乱を収束させた先月24日の夜以降、姿が確認されていない。ソーシャルメディアを通じた発信も途絶えていたが、3日にはワグネルと関係するテレグ,テレグラムのチャンネルにプリゴジン氏からとされる短い音声メッセージが投稿された。メッセージは、 裏切り者に対してロシア社会を動員することが反乱の目的だったと説明し市民に支持を呼びかけている声の主がプリゴジン氏なのかどうか独立した検証はなされていないロシア国防省はワグネルに対して1日までに同省の傘下に入る契約を結ぶよう迫りこれが反乱の引き金を引いた ショイグ氏は会合で国防省との契約に合意したワグネル戦闘員の数について言及することはなかった。プリゴジン氏はショイグ氏がワグネルを破壊しようとしていると非難していた。ロシアに残るプリゴジン氏の遺産が解体されようとしている別の兆しもある。同氏のメディア事業は整理手続きに入り、グループに属するウェブサイトは当局がアクセスを封鎖したとロシア紙。 イズベスチアが6月30日に報じた。